今日はフライパンで鮭のホイル焼きを作ります。人参は皮をむいて千切りに、えのきは石突きを取って小房に分けます。舞茸も小房に分け、キャベツは食べやすい大きさに切ってください。鮭も食べやすい大きさにカットします。アルミホイルにオリーブオイルを敷き、カットした食材をすべて入れ塩コショウします。中身が見えないようにくるんだらフライパンにのせ水を入れます。蓋をして10分中火で蒸し焼きしてください。万能ネギを小口切りにして、ホイル焼きが蒸し上がったらお皿に盛り付けて万能ネギを散らし、バター、レモン汁をかけたら完成です。いただきます。質問やリクエストはコメント欄にてお待ちしております。材料の一覧はコメント欄か概要欄をご覧ください。